各ヒョンシクは韓国の歌手で俳優、ユナイテッド・タレント・エージェンシーに所属している、身長185センチメートル、1991年11月16日に生まれた。家族全員仏教徒でヒョンシクの名前は母と祖母の知り合いの僧侶に付けてもらった。名前を漢字で書くと、明ら色で光を植えるという意味で小さな光が大きな光になるような、 心だけでなく、すべてにおいて、大きくなる、大物に育ってほしいといった願いが込められているという。2010年1月15日にボーイズグループで A でデビューし、グループ内でメンバーのケビンと共にメインボーカルを担当した。ハスキーな声をしていて、低音と高音を使い分ける。本人はバラードを好んでいるが、高校時代にはロックバンドでボーカルを務めていた。 2011年にミュージカル、狼の誘惑で舞台デビューを果たした。2012年に愛の贈り物でテレビドラマでのデビューを果たした。韓国では2013年半ばまでは他のメンバーに比べて知名度が低かった。それでも2013年の年末に受賞式が開催された MBC 演芸大賞では、小バラエティ部門で男性新人賞を受賞した。 さらに2014年から2015年にかけて放送されて、高視聴率を記録した連続テレビドラマ、家族なのにどうしてに出演したことがきっかけで注目され、2014年の年末に開催された k b s 演技大賞でナムジヒョンと共にベストカップル賞を受賞し、男性新人演技賞も受賞した。2015年6月から7月にかけては連続テレビドラマ、 上流社会に出演し、2015年の年末に開催された SBS 演技大賞でニュースター賞を受賞した。2017年2月から4月にかけては力の強い女とボンスンに出演し、2017年に開催された第一回ザ・ソウルアワードで男性人気賞を受賞した。2017年にぜ a のメンバーがそれぞれ別の事務所へ移籍したことが、 きっかけでグループが事実上の解散状態になり、その後は俳優としての活動を中心にしている。2019年6月10日に韓国人男性の義務である兵役のために軍隊に入隊した。2021年1月4日に除隊予定になっている。入隊先はロンサン訓練所で、ロンサン市の中央から少し離れた場所にある四無有に位置する場所。ンン市は 釜山とソウルの中間あたりに位置する都市で、人口は12万人の地方都市になる。入隊後5週間の基礎軍事訓練を受けた後、首都防衛司令部憲兵機動隊で軍生活を続けていく。ヒョンシクは、みなで愛し合おうを人生のモットーとしている。これは韓国でテレビ放送されているトーク番組タクシーで、パクヒョンシクが語った言葉であり。 誰もが愛する世界になるといいなと発言して、場の雰囲気を和ませたこともある。ありがとうございます。